こんにちは、今日から、数学の授業をさせていただきます、滝と申します。よろしくお願いします。はい、ではまず、僕がやりたい授業で、目指すものっていうものをちょっと軽く説明していきたいなというふうに思います。まず皆さん、数学を勉強するときに、多くの方はですね、教科書をですね使って、勉強すると思うんですね。で、教科書をで何を学ぶかっていうと、多くの場合は知識、例えばサイン、コサイン、ログとは何ですかとかっていうような、知識っていうものを、学ぶと思うんですね。じゃあこの知識を学んだからといって、じゃあ実際に入試問題を、解いてみるというときに、もちろん解ける問題も、多くあるんですけれども、やっぱり教科書と入試問題の間っていうには、大なり小なりギャップが存在すると思うんですね。で、この授業ではこのギャップを少しでも埋めることができたらいいなということを目指して、これ今後授業をしていきたいなというふうに思います。はい、でまず次にですね、必要なもの、この授業をやっていく上で必要なものっていうものをちょっと挙げさせてもらいました。大して挙げてないんですけれども、1つ目、これは計算力ですね。これ非常に大事だと僕は思っておりまして、なんでかっていうと、まず問題を解くというときに、いろんな方針が思いつきますよね。で、その方針をもとにどんどん計算を進めていって解いていくというようなことを問題を解く上ですると思うんですけれども、この計算力がなかったら途中で行き詰まったというときに、計算が間違っているのか、あるいは方針が間違っているのかということが分からないんですよね。で、計算力に自信があれば、やっぱり最初の方針が間違ってたから他の方針でやろうっていうようなことが分かるわけです。だけど計算力がなければ、計算ミスからいろいろ調べてすごく時間がかかってしまうっていうので、やっぱり計算力っていうのが数学の問題を解く上で非常に重要になってくるというふうに僕は考えています。でもう一つ、これは数学とは直接関係ないんですけれども、やっぱり大学受験をされる方でしたら、大学に受かりたいと、そういう強い思いがなければ、今後数学以外のですね、科目においても勉強に支障が出ますので、なるべく大学、行きたい大学があればその大学に行きたいという強い思いというのを持って、受験勉強していくといいかなというふうに考えております。はい、では、この授業は実際具体的に何をやるかということについて、説明していきたいなというふうに思います。やりたいことは主にですね、2つありまして、存在条件を求めるという問題と、最大値、最小値を求めるという問題の、2つをやっていきたいなというふうに思います。じゃあ存在条件を求めるという問題は、どういう問題かって多分これだけ見ても分からないと思うので、ちょっと具体的に、問題文を出して説明していきたいなというふうに思います。存在条件を求めるというのは1つ目これですね、こちらですね。例えば点 XY が原点を中心とする半径1の円の内部を動くとき、点 x+y、コンマ xy の動く範囲を図して、一つ、こういったような問題が、この存在条件を求めるといったような例題として挙げることができます。で、もう一つ、存在条件を求めようというような問題の、問題例をちょっと挙げてみたいと思うんですけれども、それがこちらになります。読みますと、m が、正の時、正の値を取る時、直線 y イコール 2mx 足す m の2乗引く1、これが通り得る範囲を求めるといったような問題が、存在条件を求めるというような問題の例になるというふうに挙げることができます。で、もし最大値、最小値の方っていうのは、割と、イメージがつくんじゃないかなというもつくと思います。で、これは、後で説明しますので、先に存在条件を求めるというような方を取り扱いたいなというふうに思います。では、こちらの最初に挙げたこの問題ですね、点 x、y が原点を中心とする半径1の円の内部を動くとき、点 x+y、xy の動く範囲を図していると
この問題のちょっと軽く、回答のイントロを説明したいなというふうに思います。まずですね、これ数学ですから、問題文を見ると図、まあ、X とか Y とかっていう式が多少ありますけれども、もう文字、文章で書かれていますよね。数学ですから、式には起こさなければいけないということで、まず条件、ここに書いてある条件を式に起こしてあげようというふうに思います。はい、まず半径1の円、半径 X、Y が半径1の円の内部っていう条件がありますから、X たす Y が X の2乗たす Y の2乗が H よりも小さいというふうな条件をまず書くことができます。で、もう一つ問題になってポイントになってくるのが、点 X たす Y と XY っていうのをどうやって処理してあげるかっていうのが問題、この問題を解く上で重要になってきます。で、このように式があるときは X たす Y イコールラージ Xxy イコールラージ y といったような感じでまとめておいてあげるっていうのが、まあ、一つ高校受験数学、大学受験数学で、やる、技術テクニックというふうにあります。ちょっとこれ本題とはずれるんですけれども、よく、こういうような問題やった記憶はないでしょうか。例えばですね、まあ、なんかこういうふうに範囲がありまして、まあ、x と y がですね、まあ、この辺の範囲が起きますよというときに、例えば x たす y の最大値を求めなさいというような問題が、初級教科書の中で見たことがある人もいるかと思うんですけれども、このときも x たす y そのまま使うんじゃなくて、 x たす y イコール例えば k とかって置いて、で y イコールマイナス x プラス k ですよということで、まあ、この辺を取ると取りましたね。まあ、ここやっていくというような感じで、まあ、問題を解いたこと、経験があるような人もいると思うんですけれども、まあ、それと同じ感覚ですね。x y を、まあ、ラージ x と置いて、まあ、x y を y と、まあ、それとこの問題を解いた時と同じような感覚で文字を置いてあげると、この問題は実は解きやすく、非常に解きやすくなるというふうに思います。はい、でですね、まあ、この問題非常に、よく問題集なんかにでも取り上げられる問題なので、まあ、一回やったことがある人っていうのは多分解けるんじゃないかなと思います。まあ、当然初めての人っていうのは解けなくても全然問題ないんですよ。これから勉強していって解けるようになればいいわけですから、まあ、もうこの問題解けるよというような人は、じゃあここの x の2乗足す y の2乗の x の2乗の係数を例えば2としてみましょう。この状態でじゃあ解けますかと、まあ、具体的に樹脂までするっていうのはちょっと厳しいんですけれども、少なくとも例えばラージ X とラージ Y の関係性っていうのが求めることができますかというようなことを実際計算してみてください。で、この 2X 2乗たす Y の2乗が1よりも小さいという条件にして、まあ、スラスラ解けるような方であれば、多分僕の授業は聞く必要がないと思うので、まあ、他の、まあ、勉強をしていただければいいなというふうに思います。で、2にしてちょっと困ったなっていう人がいれば、ぜひ、この先も授業を聞いてくれたらいいなというふうに思います。では次回はですね、まあ、この問題の具体的な回答についてやっていきたいと思います。では今日はここまでです。ありがとうございました。